山内豊藩は江戸時代末期の大名。土佐藩16代藩主。釈位は公釈。三条、耳の重邸にあたる。第12代藩主、山内豊介の11男として生まれる。嘉江元年に兄の豊てる、豊厚氏が相次いで死去したため後継者と目されたが、わずか3歳だったため、家督は文家出身の豊主家が継承することとなった。 安政6年2月26日、豊重が安政の大国で隠居処分となったため、家徳を継承した。しかし、文久2年に豊重の隠居が解かれると、実権は豊重に握られることとなり、豊か藩の主体性は薄かった。同年、朝廷から京都警護の内直を受ける。明治二年には、薩摩藩、長州藩などと共に、連名で、 反席奉還を行った。また、岐阜、上杉成祈の米沢藩が、母親戦争によって、官軍の追悼を受けると、その斜面に奔走した。明治4年の廃藩治験後は、鉄道事業や銀行事業などの成立に寄与している。明治19年7月13日、41歳で死去した。あと、長男の豊影が継いだ。現時元年の武の主要家臣は、 以下の通り、ありがとうございます。